番街の中国にあと1分なんですけども、ベラベラ喋り出すと止まんない可能性もなきにしもあらずね。開会と司会は手短にやったコンビということで、1分間先に始めさせていただきまして、今日のメインのお三方もお見えでございますので、たっぷり時間を取っていただく意味で1分前ですけど開会をさせていただきます。おはようございます。一般社団法人軽装塾の代表理事をしております斉藤剛でございます。早朝から国会議員のあるいは国会議員の事務所の方々はもう8時からこの週3、もう大変な賑わいをしていることは十分承知なんですが、一般の市民の方々はこの時間になんで議員会館で勉強会をするんだということだと思いますが、今日は議員の方々と事務所の方々とそして市民の方々と一緒に、平成から令和に入った、そしてこの30年というどうこのことをやっぱり振り返りながら、そして今見つめて未来をどう私たちは築いていくのかという、そういうことに、勉強を一緒にしたいなということで、一般社団法人軽装塾では大体行為合宿書いてありますけれども、ちょうど5年後を迎えたなということで、お三方に特別講演ということで来ていただきました。お三方の講師の皆様3人方ありがとうございます。これから御礼を申し上げたいと思います。参議院選を前に、場合によれば衆議院議員選挙もあるかどうかまだ分からないかも分かりませんが、大方の報道を見る限り参議院選単独なのかなという感じがあるようでございます。そんな中で重ねて衆参国会議員事務所の皆さん方には本当にありがとうございます。時間の許す限りぜひご参加いただきまして、頑張っていただければありがたいというふうに思います。30年を振り返るというのは、大変なことだというふうに思いますけれども、私どもの国が長い戦争から終止符を打って、戦艦ミズーリで降伏文書に調印しました連合国と、そしてそれが74年経っております。74年から30年引きますと44年がその以前の前、昭和、そして平成、今令和というふうに入ってまいりました。そしてまた今日お越しいただきますした、玉城知事、小長前知事が急逝をされましての急遽のご出馬だったんですけども、多くの県民の方々に支持を得ながら見事当選をされました。この沖縄県のまた歴史を見ますと、琉球国という500年という時代がありながら、そしてまた明治政府が新しい廃藩置県ということで琉球藩を作るということで、この琉球、いわゆる琉球将軍から多分140年ぐらいではないかなというふうに思います。そして最もこの日本国憲法を日本国に復帰をしていくということについて最後の点になっていくわけで、その中のまさに戦中戦前そして戦後の苦難の道というのは本当に必然に尽くせないものというふうにあると思います。で、果実は県民投票も行われまして、普天間基地の移設をめぐる問題についての多くの県民の意思授与がされました。最初の大きなグローバル的なお話につきましては、世界の潮流を含めましてどう私たちが平成30年を振り返るんだということで、寺島先生にお話をいただきながら、そしてまた玉城知事に関しましては小長前知事からバトンタッチを受けて、今沖縄県がこれからどうやって県民と一緒になって、リードオフマンとなって、頑張っていくんだということについて様々な角度からお話しいただきます。ぜひともまたご注目いただきたいと思いますし、そこに横たわる問題として圧倒的にまた第一米軍基地の存在というのがあることは言うまでもないというふうに思います。その一環で3月にはこの同じ場所で日米地位協定改定の改定を促進する勉強会もやったのも記憶に新しいところでございます。さっさとまた太田今日共同通信の編集員の太田さんにつきましては、お隣の朝鮮半島が1950年朝鮮戦争、そして1953年に朝鮮戦争を休戦協定で今今日に至りまして、これまた南北の分断国家がありながら両国が国連に加盟をしながら、韓国と私たちは国交がありますけれども北の方としてはないという中で今日また続いております。加えて核問題というのがこの東アジアまた世界を取り巻く問題というふうにあると思います。太田先生には、他にはぜひ
この東アジアをめぐる核問題、そして日本自身がどう役割を果たしていくんだということについてのお話をいただけたというふうに思います。やっぱり長くなりました。これで終わりにします。お前が喋ることはいいんだと、今日の3人の方々がしっかり喋るから、ということでありますので、前段の方はこの程度にさせていただきたいというふうに思います。では今日のお話いただく順番は、ご案内いただきましたチラシの通りでございます。平成30年の歩みから日本の未来を語るトップバッターとしまして、一般財団法人日本総合研究所会長、多摩大学学長でございます寺島一郎先生に、民主主義の大切さとアジアとの対話をお話しいただきます。拍手でお迎えください。斉藤さんと私の関係というのは非常にですね、ユニークで、毎週日曜日の午後4時ですね、私が原稿を書いて、日本にいる限りなんです。斉藤さんが現れてですね、2人で話をする。もう10年ぐらい僕は敬服してます、この軽装塾というのは、とにかく若い人を育てるということで、私の九段下にあるんです、文庫で、軽装塾をと続けておられます。沖縄においても頑張っているんですね。そんなご縁で今日登場しているわけですけども、私の役割はですね、今日お二人、知事の玉木さんと、ね、共同通信の太田さんがですね、メインイベンターだというふうに思ってますけれども、私の役割をですね、しっかり果たしておきたいと思います。で、先月もですね、バンコクからロンドンへと、バンコク商工会議所って、東南アジアでは日本が一番張り出している国だと思います。1772社、日本企業が参加して、商工会議所で話をし、そのままロンドンでですね、ブレグジット後のイギリスに関して、いろんな人と見ましてきたと外から見た日本ということをですね、したいので、まず議論の前提となる視点をですね、話していきたいと思います。で、私の時代認識という資料集が、ピンク色のですね、夏号という、これは統計の数字がどんどん新しくなるんですから、毎年5、6回これ切り替えてるんです。夏号って先週から使い始めてるんですけども、これ延々と語るとですね、90分かける5回かかるんですけど、それを30分で、できるだけ論点だけをしっかりお伝えしたいと思います。で、日本が今どうなってるんだっていうですね、でいつの間にかですね、停滞をですね、安定だと思って、安定は結構だぐらいの感覚でしか見てない傾向があるんですけど、42ページをちょっとご覧ください。これがまず頭の体操1ですね。ボトムラインとしてのですね、認識なんですけども、1988年というところと2018年というところを睨みながらですね、日本がこの平成30年でどう変わったのかっていう、でこれは世界の GDP に占めるシェアってことですけど、1988年というか平成が始まる前の年です。日本の GDP の世界に占めるシェアは 16% だったんですね。ところが平成が終わってみたら、日本の世界の GDP に占めるシェアはわずか 6% ってことですね。今埋没する日本というのがですね、日本への一つのコンセンサスだと言ってもいいと思います。で、1988年、除く日本のアジア、中国、インド、ASEAN を加えたですね、除く日本のアジアはですね、日本の GDP の3分の1程度だったんですね。ところが平成が終わってみたらですね、除く日本のアジアの GDP は日本の4倍に迫るかって勢いで拡大してたっていうですね。で、2000年っていう年、21世紀の始まる前の年です。日本はまだ 14% で持ちこたえてたんですね。この10年、あえて言うならば、この5、6年の間のですね、日本の埋没っていうのはですね、極めて顕著だっていうのが一つの捉え方です。で、余計なことをいくつか言うと、1820年、これコンピューターシミュレーションです。江戸時代ですね、1867年に幕府が倒れた。日本の世界の GDP に占めるシェアは 3% 程度だった。で、アジアが5割を超してたんだなと、先祖返りみたいな状況にあるんだなとか、いろん
んなことが思い浮かぶと思います。1913年第一次世界大戦が始まる前の年、日清日露と超えてですね、極東の小国日本がこの彗星のごとく台頭した時代って言われてるんですけども、それでも日本の世界 GDP 占有シェアは 3% だったと。1950年戦争に負けて5年後やっぱり 3% だった。で、日本 3% 定位置論ってあるね。で、このままいくとですね、10年から20年後に日本の GDP は世界の 3% ぐらいになってるだろうという予測も出てきてますが、私は GDP が最も重要な指標だなとは思いません。だけど一つの現実としてですね、これを受け止める必要があるというか、でそこでなんでなぜなんだっていうことで、その構造解明をですね、してるのが実は127ページにですね、私が延々と20年近くにわたって連載している岩波の世界の連載の論考でですね、今日これ時間の制約がありますので、ここに参加しておられる方で興味があったらですね、127ページ先月号の世界なんですけど、冷静の万象が耳に残るうちにって1万3000字私が書いた論考が載っかってます。ここにですね、私自身の平成30年の体験的総括と、まあ令和に向けての静かなる希望っていうようなタイトルですね、これは私の今の本音です。体系的に分析した本音です。で、なぜ日本がこうなったのかっていうことについてですね、平成30年というのは冷戦後の30年でもあったんですけども、2つの革命、つまり IoT につながる IT 革命という金融革命という2つのうねりの中で、その背後に横たわっている政策思想としてのですね、新自由主義なるキーワードの流れの中で日本が埋没していった構図がですね、これをお読みになったらですね、この人はこう考えてるんだなということが分かるわけです。私はぜひですね、皆さんそれぞれの平成があったはずです。で、それぞれの平成を振り返ってですね、自分の年表を白い紙に置いてですね、私のこの体験的総括と重ね合わせて立場をですね、自分自身の立場を投影して考えられたらですね、考えるヒントになるんじゃないのかなと、浮かび上がってくる論点というのが、ね、意味があるんじゃないかなと、こう思ってます。そこで見ていただきたいのが4ページなんですね。なぜ日本はこれほどまでに埋没したのかというと、1ページで凝縮的に書いてありますけど、ディクタルディクテーターシップ、今でこそガーファなんていうことがそれほど珍しいこと、これじっと見られたら僕の言おうとしている意味があります。ガーファプラス今月末私が行こうとしているシリコンバレービジネスモデルと言われているですね、アメリカの IT ビッグファイブ、 Google の G、 Apple、Facebook、Amazon、 そして Microsoft のですね、 IT ビッグファイブの 4.3 兆ドルって何っていうと株価時価総額です。日本の GDP に迫るかっていうとですね、たった5つの会社の株価時価総額が肥大化してきている。で、右にですね、日本の東証一部のトップ5を見つけてもらいたいんでね、我々は産業の現場を支えながらですね、ものづくり国家日本、工業生産力モデルの優等生として走ったつもりでいます。で、そのトップランナーであったトヨタ自動車ですね、見上げるような会社ですが22兆5000億しか時価総額がないんですね。アップル、アマゾン1社の時価総額が1兆ドル超してるっていうことなんですね。トヨタっていうのはその4分の1、5分の1の時価総額でしかないんですかっていうことに愕然とします。いいとか悪いとかないじゃないですか、事実なんです。そこでですね、この下の段、これ延々と話してる時間がないんでコンパクト、2019年、これ10年刻みのですね、日本の株価の時価総額の推移なんです。2019年4月っていうのはつまり今です。で、今ですね、日立製作所経団連会長会社ですね、時価総額わずかに3兆円もいかないです。ということはアップル、アマゾンたった1社にですね、40分の1の時価総額しか評価されてないわけですから、ということにギョッとなります。もっと驚くのは、ついこの間まで鉄が国家なりにですね、日本産業界を引っ張ってきてた新日鉄積み木、名前を変えて日本製鉄、2兆円ないんですね。ということは
アップル、アマゾン1社の50分の1、60分の1もないということなんですね。で、ピンと来ていただくためにあえて申し上げるわけですけども、最近東急電鉄の幹部と向き合う機会が多いんですけども、東急渋谷を起点にして東京の西の再開発に向き合ってます。渋谷が今ものすごい勢いでですね、再開発の中にあるというところになると思います。あれ東急プラザって言われたんですね、駅前のビル、超高層ビルに建て替わってます。で、あのビル全棟グーグルが入るそうです。で、NHK とグーグルの街になるだろうですね、渋谷は。つまりですね、今六本木のバブルの塔と言われているヒルズに6フロア入ってきたですね、グーグルが渋谷の全棟入るというね。なぜ今この話をしているか、つまりですね、株価の時価総額ってそんな大事な話なんですかっていう、私今大学の学長もやってるんですから、学生が聞いてきます。株価の時価総額が経営を判断する指標として最も大事だとは思わない。だけど怖いんですね。市場が企業の価値を評価する時代なんて表現が最近使われます。マーケットバリューにおいてですね、要するに株式会社というのは上場企業である限り時価総額を超えるリスクなんか取れないしですね、時価総額を超えるプロジェクトなんか打てないんです。でその文脈で考えたときにですね、そのグーグルが渋谷で全棟入るっていうシンボリックな状況というのはですね、昨今の東芝日立が直面している状況とコントラストが考えられたらですね、つくづくこうため息が出ます。で今ですね、この一言で言うとですね、僕の先ほど言った論考の中にもその表現を使ってるんですけども、今我々がデジタルエコノミーのうねりの中にあると。ダボス会議で去年あたりから登場してきたのがデジタルディクテーターシップという言葉なんですけども、今これがですね、ガーパ規制というような形でこう揉み合ってます。現実もないとデジタル課税をすべきじゃないかとかっていうんですね。確かに非常に重要な論点なんです。でそこでなぜ日本はですね、1990年代の半ば、つまりインターネットっていうのはアメリカの軍事技術の軍民転換だったんですね。要するに冷戦期に、ソ連を意識したですね、ペンタゴンのいわゆるリクエストを受けて、インターネットの基盤技術であるアーパネットが完成したのは、これ17ページにそのことが書いてありますけれども、要するに1962年にアーパネットの研究開発がスタートしてたんです。ソ連からですね、中央制御の大型コンピューターで防衛システムを管理してたら、核攻撃を受けてそのコンピューターがダウンしたら全てブラックアウトするのでですね、分散系開放系情報ネットワーク技術を作ろうという発想で登場したのが1969年アーパネットが完成してたわけです。人類月に立つって年ですね、69年というのは冷戦期を支えたと。で冷戦が終わるっていうタイミング、軍事目的で開発した技術からこれからは民生用に活用していこうというのですね、世に言うディフェンスコンバージョンというですね、軍民転換のシンボルとして我々の目の前に登場してきたのがインターネットだったんですね。1993年に商業ネットワークと登場したわけです。私が10年アメリカ東海岸に張り付いてた頃です。で日本人もですよ、94、5年頃から IT 革命という言葉にですね、敏感に呼応したというところが、IT 革命のステージがもう一段変わったっていうんですね。こう正確に言えると、日本は IT 革命を工業生産力モデルの優等生としての枠組みでしか理解できなかったんです。どういう意味だっていうとですね、IT に並走して人儲けしようっていう発想がですね、あまりに小さかった。例えば、携帯電話の回線業とか、いいビジネスモデルだとか、デバイスと言われるようなですね、まあ、要するに足回りの半導体等電子部品みたいなものでですね、人儲けするっていうところまではキャッチアップできたんですね。ところが、GAFA は生まれなかったって言うんですね。それはデータリズムの時代についていけなかったと言っていいだろうと。今我々に襲いかかっているのはデータリズムの時代です。例えば Amazon という会社がですね、我々の目の前にちらついたと、多くの人がですね、これネット使って本を通信販売する会社だと思ったんです。
ところがですね、ものすごい勢いでアマゾンの見応えを多様化し、ディープに浸透してきてるわけですね。で、その文脈で考えたときにですね、要するに日本のですね、工業生産力モデルの枠組みの中でしか IT 革命にキャッチアップしなかったことのですね、ギャップがデータリズムの時代を迎えてですね、つまりデータを支配するものが全てを支配するっていう流れの中でですね、ギャップを起こしてるんだと言っていいだろうと思います。で、私はですね、この話をするときによく質問が出るんですね。日本の株価は安すぎるとドライブしてるんですね。このガーファだけでなくて、日本の GDP に迫るような時価総額という話を対比した。ところがですね、日本は異様な勢いで公的資金を突っ込んでまで株価を支えてるんです。日銀の ETF 買いとですね、GPIF っていう年金基金も80兆円突っ込んでます。もしこの80兆円を突っ込んでなかったら、日本の日経平均は3割落ちてます。シミュレーションにしてですね。で、目いっぱい膨らし子で膨らませてこのありさまなんだってことですね。で、しかもですね、公的資金を株式市場に突っ込んでるなんていう時は日本以外ありえません。ですから、異様に歪んだ経済を作ってしまったってことですね。要するに、株価の上昇が景況感を支配するみたいなですね、流れとなってしまった。産業とか技術をですね、しっかり見つめることなくですね、いつの間にかマネーゲームによって経済を議論するっていう傾向に傾斜してしまったっていうことに気づかざるを得ないっていうことです。で、そのシンボリックな話が16ページにちょっと出てますので、これだけはちょっとお話していきたい。技能オリンピックの国際大会っていうことですね、パネルが出てます。日本のメディアはものすごく歪んでますから、この報道は一切なされなかったから、多分知らない方も多いと思いますけど、10年ぐらい前まで日本人はですね、中国がキャッチアップしてこようが、韓国が追い上げてこようがですね、日本の産業技術基盤は盤石だっていう勢いで、技能オリンピック1位っていうことに胸張ってたんです。ところがあっという間にパラダイムが変わってですね、一昨年 UAE のアブダビで行われた技能オリンピックで日本は9位に落ちたんです。で、1位中国、2位スイス、3位韓国で4位に日本がいるんじゃないんです。で、私、経団連研修のインストラクター20年やってきててですね、名だたる製造業企業の幹部と向き合ってますけれども、僕にこういうことを言ってしまう。寺島さん、心配いらなくていませんと。コンピューターサイエンスの進化でですね、現場は全てコンピューターが管理してるんで、熟練工なんか必要なくなったんだっていう人がいます。全くずれてます。なぜならば、ミロオリンピックの右のパネル見ていただいたらですね、51種目なんですね。で、今年ロシアでやる大会が秋に迫ってるんですけど、56種目に増えてるんですけど、右半分見ていただいたらフラワーアレンジメント、美容利用、ビューティーセラピー、要塞、洋菓子製造、西洋料理、レストランサービス、造園からですね、看護、介護までが競い合ってる種目。つまり分かりやすく言うとですね、日本の現場力なんです。現場力が急速に劣化してるっていうことですね。経営は頭から腐るってこともあるんですけども、トップの問題意識がですね、現場にもリフレットしてきてるんだよなと言っていいだろうと思います。で、この技能オリンピックを名古屋に招致しようっていう動きがですね、今あるんですけれども、本気でですね、日本のアイデンティティっていうことを考え直さなきゃいけない局面に来てるんじゃないのかなというふうに思います。そこで次にですね、今後の日本の進路にとってキーワードになるだろうと思うことに話を進めていきたいからですけども、あとで玉木さんがアジアダイナミズムについて沖縄からの司会ということでお話しますと。で、それにの前提になる話なんですけど、ちょっと48ページ見ていただきます。で、これは日本の貿易相手国のシェアの推移という表が出てます。これは日本のアイデンティティを再確認するためです。通商国家というわけですね、貿易で飯を食っている日本というふうになんですけど、一体どこと貿易することで日本は飯を食っているんですかというですね、質問に答える表が48ページです。1990年平成が始まった頃、米国 27.4 というのはですね、
日本の貿易の約3割近くはアメリカとの貿易で占めてるんです。縦に数字を割れたらですね、いかに対米貿易の比率が下がってきたのかということが分かるんです。2011年に 11.9 まで落ちたとき、僕自身この数字まもなく1割割るなと思ったんです。で、この表の10年ぐらい前は4割だったんですね。ですから海外で話していて、日本というのは一体どうやって飯食っている国なんですかという質問を受けてですね、アメリカとの貿易で飯食っているんですよと言っていれば、当たらずとも遠からずの国だったんです。ところが一気にこれは1割割る時代が来たのかと思ったものです。見ていただきたいのはこの 3,4 年間ですね、対米貿易の比重が 15% 前後に寄り戻しています。これは語ればきりがないんですけど、アメリカという国の実体経済が今申し上げた IoT 革命という流れと、それからシェールガス、シェールオイル革命なんていう流れに後押しされて、トランプの産業政策が成功してるなんていう文脈じゃなくてですね、要するに、実体経済が堅調だとアメリカ、それに要するにリフレクトする形で日本の対米貿易の比重が 15% 程度に戻っているんです。だけど隣の中国ですね、平成が始まる頃、日本にとってわずか 3.5% の貿易が続いてしかなかった。対中貿易の比重がどん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 増えてきた。で、丸3にですね、香港、マカオを含む中国っていう欄があるんですけども、この平成30年の間に香港、マカオの返還というのが行われているんで、正確に言うと、統計上中国との貿易というのは今 23.9% が去年ですね、日本の貿易の 23.9% が中国との貿易なんです。ですからですね、日本は極めて複雑な心理の中にあります。中国の脅威、なんとか日米で連携して封じ込めようというですね、心理。同時にですね、中国に依存して日本産業が成り立っているというですね、現実。インバウンド3100万人とですね、8割はアジアからの人だというですね、現実。つまりですね、やたら中国人が増えているということに面白くないと思いながらも、中国人の爆買いに期待して景気づけしようというですね、複雑骨折した心理の中で日本がですね、動いているところに政策論の基盤になる主張がですね、混乱している原因があるだろうと思います。で、見ていただきたいのはその丸5のアジアなんですけども、アジアダイナミズムなんですね。いよいよ5割を超したわけです。対アジア貿易の比重がですね、今で左に IMF の世界経済見通しが書いてありますけども、除く日本のアジアっていう言葉をさっき使いました。中国、インド、ASEAN5。ASEAN5 っていうのは ASEAN は10カ国が成り立ったんですけども、その代表的な国5つっていうのはその欄外に書いてある国々なんですけども、これらの国々がですね、コンスタントに 6% から 7% 台の成長軌道を走ってくれていることがですね、日本産業がサバイバルしている最も大きな理由なんです。アジアダイナミズムなんです。で、この極めて蓋然性の高い予測という言い方をしていますけれども、この先10年一寸先は闇だよという議論もありますけれども、まず間違いなく言い切れるだろうというですね、予測の中にはその一つが、除く日本のアジアが 6% 台の成長軌道を走ってくるだろうということだけはですね、相当な蓋然性で議論できるだろうと思います。となるとですね、経営者にとって 7% 成長というのはミラクルなんです。 7% 成長というのは70年続くと倍になるということです。ですから十数年後に除く日本のアジアの GDP が現在の倍になっているだろうということだけはですね、間違いない。そうするとですよ、対アジア貿易の比重というのは十数年後に現在のですね 50% 前後から6割に超えるというところになっているだろうというだけはですね、視界に入れておくべき大きなポイントだろうと思います。それからもう一点、議論の前提として27ページをちょっとアジアダイナミズムとって日本海物流って書いてあるところの隣にですね、パーヘッド GDP っていう資料が一番下の段にこうついています。実はですね、ここに若干の苛立ちを覚えると、日本の経営者の中でまだ日本がアジアで先頭を走ってる豊かな国だと思い込んでる人がいるんですけど、そうじゃないから大変なことになってるんですよと言わざるを得ないですね。27ページ、一人当たり GDP っていうのは豊かさの指標としてよく言われます。1人当たり GDP ですね、これ日本は去年3万9千ドルだったんですね。シンガポールに2万5千ドル置いてかれてるんです。
で香港に2014年に抜かれたんですね。まさかと統計の間違いだろうなんていうふうに言ってた経営者がいたんですけれども、実際に見てこられたら言ってる意味が分かります。で後ろに韓国が3万ドル台に入ってきた、台湾が2万5000ドル台に入ってきた、で去年中国がですね、なんだかんだあるけど1万ドル台入ってきますね。1人当たり GDP パーヘッド GDP1 万ドルっていうのは日本にとって1981年です。ですから中国が80年代入ってきたっていうふうに考えればですね、分かりやすいんですね。でこの表を見ながら申し上げておきたいことが言ってあるんですけども、日本はですね、去年のインバウンド3100万を6000万人に増やしてですね、観光立国で付加価値高めようってですね、方向に向かおうとしてるわけですけど、3100万人のうちですね、8割以上がアジアからです。で6000万人来たら4000万人を超すアジアからですね、来訪者を迎えて観光立国っていうことを議論してるんだっていう、期待してるんだって言っていいだろうと思います。でこういうことが言えるんです。27ページ見ながらなんですけど、1人当たり GDP が5000ドルっていうのを超すとですね、これ世界、僕の本の中に新観光立国論っていうのがあるんですけど、5000ドルを超すと海外旅行に目が向くわけなんですね。日本もそうだったんです。 JAL パックだとかですね、ハワイに行こうなんていう空気になるのはパーヘッド GDP が5000ドル超すとなんです。で1万5000ドルを超すと観光の質が変わるんです。付加価値の高い観光、つまり個人旅行のステージに入るんですね。医療ツーリズムだとか、あるいはですね、産業ツーリズムだとかですね、家族でレンタカー借りて個人で動こうとステージに入ってくる。1万5000ドルですから、我々はですね、やたら中国人が増えたぜと表面観察しますけども、実態は香港から来てる華人華僑なのかですね、シンガポールから来てる華人華僑なのか、聞かなければわからないと台湾から来てるのかね。でそれらの人たちがもうすでに個人旅行のステージに入ってきてですね、で中国が1万ドルを超したっていうことはですね、これ貧富の差がありますから、その富裕層っていう人たちはですね、これが200万人とも言われてますけど、そのレベルの人たちはとっくに個人旅行のステージに入ってるんですね。で、タイ、国際統計的には7000ドルに過ぎないんですけども、バンコクエリアだけは1万5000ドルを超したって最近、先月やけにアピールされたんですけども、つまりタイもですね、縞模様になってるわけです。で、そういうことで、まずこの段階で確認しておきたいのは、このアジアダイナミズムなんですね。つまり我々の視界の中にちょっと気をつけなきゃいけないのは、令和という年号がですね、令和は万葉集から取ったんだと、決して漢籍ではありませんって風呂の中でつぶやいてるんですね。だけどその万葉集も漢字で書かれたんですよって言われてたらですね、ぎょっとなっちゃうって話なんだけども、いずれにせよですね、要するに中国のプレッシャーっていうものの中で非常に屈折した国際認識っていうものに追い込まれてるのが日本の今の状況なんです。で日米で連携して中国の脅威と向き合おうっていう思い込んでる次第なんですけども、米中協議という言葉が象徴しているんです。この2つの国は大国主義的な空気を持って、僕自身正面から向き合ってきましたけれども、要するにですね、米中2極で世界秩序をリードしていこうっていうようなパラダイム、ゲームの作り方っていうのがなされ始めて、アメリカと連携して中国の脅威と向き合おうという発想がですね、ある段階でもって大きく裏切られるだろうということをですね、日本人は体験するだろうと思います。で、日米関係の位置関係ということで、僕自身じっと、東海岸の日米関係の専門家、西海岸のスタンフォードのですね、東アジア圏の専門家等と議論を積み上げてますけども、オバマ政権と日本との関係っていうのがものすごく良好なように表面的に見えますけれども、目を見てないよねっていう表現をですねされて、僕ギョッとしましたけども、レスペクトがないっていうかですね、米中関係っていうのは殴り合ってるように見えてですね、お互いを大国としてレスペクトしてるというか、で日本はですねその空気の中に取り残されているんですね、可能性で。この間日本にやってきたトランプが1週間後に
ロンドンにありました。同じ同盟国であるイギリスに対して彼はスピーチの中でですね、自由と法の支配という共通の価値を持っているということをぶち上げてました。日本での話の中にですね、共通の価値としての自由と法の支配ということを一言も言わなかったわけですね。つまり日本が自由と法の支配の国だと思ってないということなんですね。で、それはですね、本音のところで本をどう見てるんだということをシンボリックに表してるんだと思います。で、今よくですね、アジアの会合なんかに政府の関係者出ていくと、中国に対する牽制級のつもりで法の支配ということをよく言うんですね。中国には法の支配が行き渡ってないと言って、ところがですね、日本自身が法の支配が行き渡ってないと思われてるんですよと。例えば森友家計の問題だったりですね、象徴されるようにということなんですね。そこで僕の時間がもうあと5分なんでですね、申し上げておきたいことをコンパクトに言い残しておきたいんですけども、まず2つのクエスチョンでですね、玉木さんの話につなげたいと思います。で、まずですね、僕自身北海道の生まれで、北海道とこの真剣に向き合ってきて、なぜ北海道に米軍基地がないのかという質問にですね、それぞれの立場で少し考えていただきたいと思います。で、私アメリカワシントン東海岸10年以上張り付いてですね、上下両院の軍事秘密公聴会とかいろんなところに入れてもらってじっと聞いててですね、なぜなんだと、自分のふるさと北海道になぜ米軍基地がないんだと。日米安保というのはソ連を化せる取り組みとして構築された仕組みでありますね。北海道にこそ米軍基地がなきゃおかしいだろうかというのがですね、本当のところですね。論理から言えば、ところが北海道には米軍基地がない。北限は三沢なんですね。しかも通信基地です。東京首都圏とですね、沖縄にですね、分厚く米軍基地っていうのがある理由を日本人として考えたならば、そこから見えてくるものがありますよと。なぜ7割の米軍基地が未だに沖縄に集中しているのか。それはですね、じーっと聞いてるとですね、なるほどと。一番リスクが高かったから置かなかったんですね。ソ連が侵攻してきて、旭川の師団が向き合って叩き潰されて、南にですね、押し上げてきて、米軍は動かないといけないです。要するに的確に判断するためにですね、時間という意味においてですね、一番南に構えてて、ここは動くべきかどうかを判断しようという、そういう視界が背後にあったんだなというふうに気がつきます。私はですね、今後どうするということについて今まで主張してきているものというのをコンパクトに申し上げています。1993年に冷戦が終わった後、ドイツが全ての米軍基地を訴状に載せてました。その使用目的と、有効性について吟味した上でですね、基地の段階的縮小と地位協定の改定に踏み込んだと。ところが冷戦もまだアジアでは終わってないという程度の認識ですね。日本は一切何も手をつけないまま今日に来たというですね、ある意味で。例えば辺野古の問題だけにですね、焦点を当ててテーブルに乗せろという意味でアメリカと向き合うんじゃなくてですね、日本における全ての米軍基地をですね、東アジアの安全保障の広い視界の中から、特に中国、北朝鮮を睨みながらですね、どうするんだということを全てテーブルに乗せて議論し始めるということですね。で、そうするとですよ、例えば東京周辺に2つ米軍はですね、専用のゴルフ場というのを持っています。で、本当に東アジアの安全保障にとってですね、そのゴルフ場がどういう意味を持つのかということを真剣に議論して、当然思いやり予算まで投入してですね、ゴルフ場2つ、自衛隊でさえゴルフ場1つも持ってません。で、そういう意味においてですね、基地の段階的縮小と地位協定の改定というプログラムに本気で向き合わなかったらですね、日本は主権国家としてさっきの話でレスペクトされないんです。どんなに時間をかけてもですね、筋道を通してこの問題を通していく、その流れの中から、沖縄っていうのはペンタゴンの人にとって海兵隊の基地です。ほとんどの基地が海兵隊なんですね。ペンタゴン内の顔立て工業でですね、海兵隊への配慮っていうことからですね、スタックしている部分があります。全体の問題をテーブルに乗せることによってですね。で、2つ目のクエスチョンです。
もう時間が迫ってますが、もう一つはですね、台湾に米軍基地は一つもないのはなぜなんですかという質問にですね、どう答えるかです。ということはですね、もし今、国際論壇ではですね、台湾海峡の問題が急速に浮上してきています。中国の習近平政権はこのところ異様な勢いでですね、台湾の統合について言及し始めています。で、台湾海峡にもしコンフリクトが起こったらですね、台湾には米軍基地は一つもないということなんですね。つまり、いかに沖縄の基地の持つ意味がですね、存在しているのかということを気がつくわけです。で、日本はですね、簡単に米中紛争、米中の軍事的衝突なんていうふうになってくれても困るし、そのことによって自動的に集団的自衛権で巻き込まれていくなんていうのが願いされがちです。この問題に関してはですね、しっかりとした展望を持ってテーブルに載せておかなきゃいけないということですね。で、私が申し上げたいのが、固定観念からの脱却です。つまり、これしかないんだっていうふうに思い込んでるけど、意外にそうでもないということですね。実は本当のことを議論しないままですね、本当のことを議論する勇気がないまま、固定観念のままにハマってるっていう傾向があります。で、そのことの問題を提起してですね、平成の30年というものを主体的に変えていくっていうですね、創造的に変えていくっていう問題意識がなかったらですね、日本の、まあ、令和のですね、令和の時代っていうのもですね、平成と同じような流れの中でもって、埋没感を高めていくんではないのかなということだけを申し上げて、私の役割を。どうもありがとうございました。寺島先生、ありがとうございました。いろいろご質問のある方もいらっしゃると思いますが、参加者にお話しいただくので、引き続き沖縄県知事玉城デニー様にご講演をお願いしたいというふうに思います。知事には今も寺島先生からお話ありました、このアジアダイナミズムと沖縄の未来という、そういう演題でお話しいただきます。沖縄の主導をお迎えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、最後数秒中央から皆様おはようございます。沖縄県知事の玉城デニーです。今日は慶惣塾の5周年記念特別講演会、お招きいただきましてありがとうございました。ちょっと座ってお話をさせてください。いや、しかし今の寺島先生のお話、固定観念からの脱却、本当のことを議論しよう、創造的な変革を、自ら持たなければならない、これは、もう私が知事に就任してから安倍政権に対して対話をしましょうと、本音の対話で物事解決しませんかと言っていることをまさにもう言明していただいたということだと思います。辺野古が唯一というのは呪文です。沖縄県民はなぜ辺野古が唯一なのかという説明をきちんと受けたことがありません。国民に説明したこともないと思います。昨日実は私がデニー知事トークキャラバンキックオフシンポジウムというのを昨日、ルポール麹町でさせていただきまして、全国でいろんな話をしていこうと思って、昨日がそのキックオフだったんですが、まさに自由と法の支配が日本という国できちんと行われているのかということが、今の沖縄の置かれている状況をしっかり見ていただければ分かると思います。先だって私6月6日から9日までロシアサンクトペテルブルクで行われた国際経済フォーラムにロシア大使館の招待をいただいて行ってまいりました。140カ国余りの国々の方々が参加をして、ロシアの全ての州の、ブースが出ておりまして、企業と各州が、とにかく人を呼び込む一大商談会だったんですね。で、そこで私たちも沖縄はどういう具体的な案を持ってきたのかと言われたんですが、いや、持っていくも何も一応皆さんと、その端緒を作りたいということで伺いましたと。まあ、沖縄は観光立県でもありますし、独特の文化もありますし、歴史もありますし、空手では、ロシアとも十分その交流の流れができていますよというふうな話をしながら、いろんなことを聞かせていただいたんですが、そのロシアに行って思ったことは、我々もやはり固定観念を持っているなと思いました。
いわゆるソ連という姿の固定観念だと思います。かつて、ソ連の時には日本に旅行に行くなと言われていたそうなんですが、ロシアの皆さん今盛んに海外に旅行に行きます。しかも1週間から10日もうこうずっと何て言うの休みを取っていくんですね。その行ってる先はどこかというと、エジプト、トルコ、それからアジアだと海南島とタイぐらいだそうです。だから沖縄も十分引き込む要素がありますねと言われました。でその中でいろんな話をしていると、どうもロシアは平均寿命が短い、60に行くか行かないかぐらいだという話を聞きまして、びっくりしまして、いや沖縄はあの平均寿命80以上ありますし、私の母は85歳ですよって言ったら、笑って驚くどころか鳩が豆鉄砲を食らったような顔して目を見開いてですね、そんなに長生きできるのかみたいな雰囲気なんですね。ですから、ぜひ沖縄は年平均気温が17度ですから、年中暖かいですし、泳ごうと思ったら12月でも泳げますし、で沖縄の伝統的な食文化はもう長寿食ですから、戦後、高タンパク高カロリーの肉食やそういうものが持ち込まれる以前は粗食で暮らしていた、極めて質素なあの王国でしたよという話をすると、非常に関心を持って、では沖縄でぜひ医療ツーリズムをやってほしいと、沖縄に行きながら自分のその命も、心もだと思いますけれども癒したいんだというふうなことがありありと現地の方々から語られるわけですね。ですから現場に行っていろんな話をすると、ロシアは敵国ではないよというふうに私たちは思うわけです。その証拠にといいますか、プーチン大統領は昨年の12月にも同じことを言いましたが、この6月6日にも記者の質問に答えておりました。日本はどこまで主権が及んでいるのかわからないと。つまりこれは沖縄の住民も反対し知事も反対しているにもかかわらず、なんで基地が作られるんだと、アメリカにどんな話をしているんだと、それ平和条約を作ろうという話はそれは私たちもやりたいけれども、じゃあ北方四島のうち一つでも日本に渡したら、そこに米軍基地が作らないという保証は本当に保てるのかということなんですね。沖縄で置かれているところに自由と法の支配が及んでないということが、まさにロシアは、そのニュースの中からプーチン大統領が明確につかみ取っているわけです。ですから安倍総理大臣がやってらっしゃることは、実は日本の姿を国際社会に晒しているというふうに私は言わざるを得ないのではないかと思います。だから対話とそのお互いの協力関係で物事を解決するという根本的な立場に立たないと絶対に解決できない。それが先ほど寺島先生がおっしゃった固定観念からの脱却、本当のことの議論に尽きるのではないかと思います。もうこれだけ話として僕は終わってもいいぐらいなんですが、今日はこのように本当に皆さんに本音を語らせていただく場を設けていただいてありがとうございます。斉藤剛先生は実は私が民主党のまだあの時は市議会議員だったんですが、民主党沖縄県連の相談役としてその沖縄の問題を解決したいなということで非常に熱心に沖縄にも通っていただきお力添えもいただきました。そしていろんな取り組みの中で政権交代をした時に今の沖縄のその順調な好調な経済の上昇につながっているいわゆる沖縄の新しい振興計画の中での一括交付金の議論、そして、大規模な軍用地が返還された時の大規模軍用地の、転用促進などなど、いわゆる沖縄のこれからにおいてじゃあこういうことを先駆的にやっていこうということを、本日ご列席の、大阪先生もはじめ当時、民主党が、政権交代をしたその、果実というか成果というか取り組みというか、やはり官から民へということと、地方分権を地域主権を実践していこうという中でのさまざまな取り組みを、斉藤剛先生をはじめいろんな先生方からお力添えをいただきました。さてそういうふうに、戦後74年経ちます。沖縄は1972年に本土に復帰して47年経ちます。74年の戦後と47年の復帰後の総括をどうするのかということが、実はあと2年半すると沖縄復帰50周年を迎える。
この時代に、まあ、私が知事になっているということを私はどうやって、そこから先の未来に、いわゆるベクトルを伸ばして考えていくのかということが非常に大事ではないかなというふうに受け止めております。復帰以降、まあ、数字の復興計画、振興計画により沖縄の社会資本整備は、まあ、着実に進展してまいりました。観光リゾート産業、情報通信産業の関連産業が大きく成長するなど、沖縄が目指す自立型経済へのさまざまな成果が現れてきております。現在の沖縄振興計画、これは復帰から数えると第5次の計画になりますが、そこで2012年に沖縄21世紀ビジョン基本計画が初めて、まあ、採用された、初めて沖縄県が主体となって策定しました。今までは国が計画を作って、サポートするんですが、沖縄県が計画を作って国がサポートするという形になりました。それが、今の沖縄県のさまざまな振興計画に、現れているというふうに思います。2022年3月末に沖縄21世紀ビジョン基本計画の期限がやってまいります。そしてその年5月15日は復帰50周年ですから、私はこの新時代沖縄、これは私の選挙の時にもずっと訴えておりましたが、新時代沖縄を作るのはあなたです。あなたが未来を作るんです。玉城デニーはそのサポートをします。一緒に作りましょうということを訴えて、まあ、39万6千票余りを、いただいて当選をさせていただきました。この21世紀ビジョンの総点検を行いながら、では日本の中の沖縄の優位性をどう伸ばしていくのか、アジアの玄関口というゲートウェイに立っている沖縄、しかも、まあ、東シナ海の中では文字通りアジアのクロスロード、交差点の中に位置する沖縄をどう、これから位置づけていくのかということを、私は平和の緩衝地帯という理念をしっかり据えて、それを進めていきたいというふうに考えています。平和の緩衝地帯とは何かというと、文字通り、アジアに争いがないという環境を沖縄で作ろう。ですから、まあ、私の理想は沖縄で、各国首脳もしくは各国のファーストレディーのサミットをできれば毎年行いたい。そこで子どもの貧困の問題、女性の地位向上の問題、ありとあらゆるそれぞれのアジアの地域における課題を沖縄で話し合っていただきたい。そういう意味で東アジアの真ん中に位置する地理的優位性を生かしたいと考えておりますし、また成長著しいアジア経済のダイナミズムを取り込むために、沖縄県では2015年にアジア経済戦略構想を策定して、まあ、できれば製造業、まあ、なかなか追いつかないですけれどもね、輸送コストがどうしてもかかりますので、沖縄で物を作って外に出すというのは、予想以上に輸送費に金がかかってしまいますので、それをできるだけ、まあ、税制の優遇措置など一国二制度的な、そういう要素を取り入れる沖縄の優位性を生かしていきたいなと思っておりますが、それとは別に情報通信関連産業、これはもう IT の時代は、世界をまたぐ産業に成長しているということは先ほど寺島先生のお話にもありました通りですから、でそういう、情報通信関連産業の取り組みと、そして、沖縄は先ほどお話しさせていただいた通り、アジアの東アジアの海の、交差点の真ん中にあります。それを同心円で描いていくと、4時間以内に20億人の人口規模の経済圏を有しています。ですから片道4時間です、飛行機で。そうするとアジアのハブセンターとしての、空の拠点が、沖縄でできるのではないかということを、私たちはそのこともこれからどんどん訴えていきたい、アジア諸国との相互発展を目指していきたいと思っています。平成30年間の沖縄を振り返りますと、入域観光客数平成元年は267万1000人、平成30年999万9000人です。3倍以上増えました。特に外国人観光客は11万4500人から300万人余りと26倍に増えています。今台湾、中国、香港からクルーズ船によって一挙に2000人、3000人という方々が沖縄にやってまいります。ところがこのクルーズ船は滞在時間が非常に短くて、まあ一泊してくれればありがたいんですけども、大体は、短ければ4時間、最大でもまあ8時間ぐらいでもう沖縄からまた別の目的地に行っちゃう。だから沖縄に来ると、いわゆる買い物をして船に詰めるだけ積み込んで出ていくという、そういうパターンなので、なかなか沖縄の実体経済にこの
効果が現れているかというと非常に、まだ苦しいものがあります、まあ、それでも県内総生産は平成元年度の2兆6952億円から平成27年度には4兆1416円に増加しています。4兆円規模ということですから、この方向性をいかにして伸ばしていくかというのが、沖縄の実は全国平均の7割の個人所得、それから非正規雇用率が全国の2倍、半分以上が非正規雇用です。これは大変申し訳ないんですけれども、市町村役場や県庁でも、どうしても非常勤職員の手を借りないと、仕事が回らない。しかし正規職員として採用するには、いわゆる費用の固定化を招いてしまうので、その固定化を避けなければならないというジレンマがあります。であれば、どれだけ民間活力を活用して、民間オーダーを取り込むことができるのかということを考えると、今度は逆に指定管理者制度が進みすぎてしまうと、公的な責任のある立場を失いがちになってしまう。一昨日ですね、いわゆる沖縄県のさまざまな取り組みを点検する会議がありましたけれども、そこでも、例えば摩文仁公園には平和記念資料館というのがあります。沖縄の、戦争体験を戦後絶対に風化させることなく、平和の尊さをそこで、展示をし公開をし学びの場にしていこうという場所ですが、そこすらも実は審議会にかけると、もう、指定管理に出した方がいいのではないかという議論になってしまうわけですね。それは中性性と効率性で、ちゃんとそれを担保すれば指定管理にしても大丈夫だよという意見の方もいらっしゃるそうですが、しかし中立性公正性という立場をどこから考えるかですね。何のためにこの平和記念資料館というのを置いてあるのか。国の内外を問わず、市町村も問わず、23万柱余りの方々のお名前がなぜこの平和の礎に刻まれているかということを、我々は後世まで伝えていくという役割がそこにあるのではないかという、その視点を忘れてしまいがちになります。それは経済論から考えると指定管理の方がいいだろうと。しかし私たちは公の沖縄県の平和を発信する思いとして、絶対にそれは我々が伝えていかなければいけないという責任がそこに現れるわけですね。そういう視点を持ちつつも、平和をどうやって構築していくかということに悩ましい米軍基地の存在、 0.6% の面積に、70.3% 余りの米軍基地が集中しているというこの沖縄の現状があります。沖縄のこの基地の集中はなかなか皆さんに伝わらないというか、ピンとこないのかもしれませんね。47都道府県、米軍専用施設がある都道府県は13都道府県です。47のうちの13都道府県。その中で最も多いのは沖縄ですね、70.3% です。2番目に多いのはどこでしょうか。ちょっと考えてみてください。さあ、どこでしょう。2番目。そして何パーセントでしょう。と言われてもピンとこないと思います。そういう情報が皆さんのお手元に行ってないからです。2番目に多いのは三沢基地がある泡盛県です。泡盛県。ついつい泡盛と言ってしまいますが、泡盛県は 9% 余りです。信じられませんね。70の次は9ですよ。なんでと思います。では3番目に多いのはどこかというと神奈川県、斉藤先生の地元ですけれども、神奈川県で 5%。で、あとは東京もありますし、それから安倍総理の選挙区でもある山口県もありますが、そこは、もう4位、5位、それでも 3% ぐらいです。あとはもう 2%、1%、0.5、0.1、0.1 ですから、ありはするものの、そこで起きる米軍機による事件、事故の発生遭遇件数は、当然沖縄よりも低くなっていくのは、これはもう当たり前です。なぜなら、日本全体の7割の米軍基地が沖縄にあるということは、それだけの人間がそこで働いていて生活をしているということになるわけですね。米軍人、軍属、そしてその方々のご家族、それを考えると米軍基地の事件事故の発生件数が、絶えません。それも、沖縄の抱えている問題ではありますが、
この米軍の問題は実は沖縄における民主主義の問題とつながってまいります。1972年に本土復帰する前、27年間沖縄はアメリカの異性喧嘩の中にありました。そして、その27年間、いわゆる憲法の基本的人権も平和主義も、国民主権も及ばないという、その中で、米軍に抗いながらも自治権を獲得しようと戦ってこられた、先達の方々がいらっしゃいます。第二次世界大戦は、国内で、軍隊と住民がその犠牲になる、住民は10万人余りの犠牲者を出しましたが、20万人余りの尊い命が犠牲になるという悲惨な戦いが行われました。そして戦後、ほとんどの県民が収容所に収容され、2年間はその収容所暮らしです。つまり沖縄の全ての集落から人がいない、みんな収容所に集められて、そこで米軍が基地の拡張を工事を行った後に、先遣隊が、自分の土地の区画を、測量というか、ここはあそこの人の土地だったよね、ここはあの方の畑だったよねというのを確認をして後、部落に帰ることが許された、集落に帰ることが許された。帰ってみたら、実はそこにあったはずの我が家はない、畑はない。何に変わっているかというと、米軍ですね、米軍基地に変わってしまっている。人々が収容所からふるさとに帰ってみると、自らの土地が米軍の基地に変わっていました。普天間飛行場も当然その一つだということを皆さんには、お分かりいただきたいと思います。今日皆様のお手元にいくつか資料を用意してあります。まず沖縄から伝えたい米軍基地の話、Q&A ブック、後ほどご覧ください。なんでこんな Q&A ブックを沖縄県が作らなきゃいけないのかというと、インターネットの世界では普天間飛行場の場所にはもともと人は住んでいなかったとか、で、沖縄は基地がないとやっていけないんでしょうとか、そういうことがルこう噂されているんですね。それに対して、いや本当はこうなんだよということをもう言わなきゃダメだということで、沖縄県の知事公室基地対策課がこの冊子を作って、こうやって皆様に配布をさせていただいている。沖縄県のホームページでも、いつでもこれが見られるようにそのページを作ってあるわけです。つまり本当の真実のことを伝えないと、この基地問題のことを、13の都道府県にしか米軍基地が置かれてない、その沖縄が 70% で2番目の青森が 9% だというのは、おそらくネットの世界ではどこにも出てない話だと思います。しかし我々は沖縄県民として、しっかり全国の皆さんにこのような本当のことを伝えていく責任があるということで、この冊子を作らせていただいています。現在、国が強行している辺野古の新基地建設、それもさらに2月には県民投票が行われました。これは地方自治法に基づく住民からの直接請求に基づいて、実施された住民投票ですが、23年前も同じく実は地位協定の改定と基地の整理縮小における県民投票が行われたんですね。同じ安全保障の問題で全国で2回行われた県民投票が2回とも沖縄で行われている。23年経ってもこの問題が解決していないということを、またあえて国民の皆さんに問わざるを得ないという状況が、今の辺野古の新基地建設の強行に現れているわけです。投票総数の 71.7%、 434,200票余りの方々が辺野古埋め立て反対の意思を示しています。これは396,000票という私がいただいた県知事選挙の票よりも多いんです。つまり私に入れなかった方も辺野古には反対だという方々がいらっしゃるということなんですね。これが私は沖縄の本当にこう口に出して言えないことの真実を、サイレントマジョリティとして、持っているということの表れだと思います。そしてその後、辺野古の建設の賛否を明確にして争われた、私が県知事選挙に転出した後の空席となっていた衆議院沖縄県第三区選挙区、今日も、来ていただいてますけど、矢田智弘さんが明確に普天間の反対、相手候補は元沖縄北方担当大臣の島尻さんに、大差で勝利をしています。島尻さんは容認せざるを得ないと、初めてこの辺野古の問題を容認という姿勢を示して、
争いましたけれども、やはり矢田智弘さんが勝利をさせていただいた。つまり多くの県民の皆さんは一貫してこの住民の意思である民主主義の根幹の意義に従わない政権に対して明確に反対の民意を示し続けているわけです。辺野古においては私たちは実は昨年8月に埋め立て承認を撤回しました。しかし防衛局は私人を語って国交大臣にこの埋め立て承認撤回の取り消しを申し入れて、そこで、国交大臣はそれを何て言うんでしょう、行政福祉審査法を用いてこの承認取り消し、承認撤回の取り消しを認めたわけですね。ところがこの法律、行政福祉審査法は一般住民の権利利益を守るための法律なんです。もともと防衛局がやってる工事は国の工事ですから、国の工事であるはずのものを国に対して我々を助けてくれと言えるはずがないんです。お互いは、まあ、選手とアンパイアを兼ねてるようなもんですから、自分が滑り込んだそのベースで、ホームベースでアウトかセーフか自分で判断するなんていうことは野球では認められないわけですよね。しかしこの辺野古の問題においてはそれが認められてしまう。もともと国は、県の承認を受けてこの工事をしています。一般の企業は許可を受けないといけません。承認と許可、入り口が違います。そして入り口が違うということは出口も違うわけですね。国の機関はこの埋め立てが終わったらそのまま、その土地をすぐ使うことができる、手続きに入れるわけです。ところが一般の業者の方々は埋め立てが終わりましたと言って、終わったら使っていいですかという埋め立ての竣工許可をもらわないといけない。入り口も出口も最初からレールは別なんですね。法律はそうなってるにもかかわらず、国はいや私たちも一般の私人と同じように、それを訴える権利があるんだということを国交大臣になんだかんだと理屈をつけて申し入れる。しかしそれは法律の乱用である。自由と法の支配における国では国なのかということがここでももうあらわになっているわけですね。ですからこのような動きも実は私たちは、この県民投票の投票結果も安倍総理大臣に伝えて、今すぐ辺野古の工事を中止し、これを中断するというふうに判断せざるを得ないのではないですかと申し入れました。さらにアメリカにも、まあ、トランプ大統領にこのことを伝えてくださいということで、アメリカ大使館に出向いて、臨時特別大使、その時は、大使がちょっと海外に出てましたので臨時特別大使にその書簡を渡しました。しかしそういうふうな民主主義の本当のあるべき姿というものをなかなか国民に伝えることができない。だからこそ沖縄県はもっと明確にたくさんの場面で皆さんにそのことを訴えようよということで、昨日からそのデニー知事トークキャラバンというのをスタートさせていただいた次第です。しかしありがたいことに、実は本土においても小金井市議会や小平市議会で普天間飛行場の代替施設について国民的議論をすべきであるというその意見書の採択でありますとか、都道府県議会では初めて岩手県議会が、この辺野古の新基地工事を止めてしっかりと沖縄と話し合うべきであるというふうに、対話によって本当のその対話と協議によって問題を解決すべきであるというそういう意見書を採択させていただいています。沖縄の米軍基地を引き取る運動やそれに関する書籍なども上申されたりしておりまして、少しずつではありますが国民の皆さんにその真実を我々も見つめるべきではないかという動きが広がってきているということは非常に沖縄にとっては心強いというふうに思います。政府がこの沖縄県の民意に応えて辺野古移設を断念し、一日も早い普天間飛行場の危険性除去について沖縄県の対話を行うこと、それが我が国の民主主義の当たり前の姿であると思いますし、冒頭お話をさせていただきました、例えばロシアと平和条約を結んで北方領土の返還を求めていきたいというのであれば、その島民の元島民の皆さんの思いを汲み取るのであれば、ロシアに対して明確に我々は住民がこの国を治めている主権国家ですよということを明らかにするために、この新基地建設についてその工事を中止して沖縄県と話し合いをするというスタートラインに立たないと、平和条約の問題も
四島、北方四島の帰属の問題も前には進まないと、私はそのように思っております。それはプーチン大統領のコメントの中にも表れている通りではないかと思うわけですね。さて、時間ももう少なくなりました。今日は皆さんのお手元に、我々が沖縄県が、ドイツ、イタリア、イギリス、ベルギーに行って、この他国地位協定調査報告書というものと、それからもう一つ、これは、パワーポイントの説明用に、このような現状と課題ということで2冊用意をさせていただいております。この、現状と課題の中でですね、一箇所だけ皆さんにページを開けていただきたいところがあります。ちょっとお待ちください。31ページです。これ、31ページといってもパワーポイントページですので、上が1、下が2、右上が3、右下が4というふうに、1枚に2ページずつになっていますので、この番号を振り上げていって31ページをご覧ください。この、地位協定調査報告書には細かいやり取りが書いてありますが、その中で何を見てほしいのかというと、5カ国の比較表です。日本、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリス、この、国内法の適用、管理権、訓練、演習、航空機事故という、こういう分類に分けてマトリックスを作ってありますけれども、国内法は基本的に日本以外は原則適用です。米軍のこの基地の使用状況を自分たちの国の法律でコントロールしているということが、イタリア、ドイツ、ベルギー、イギリスではこのように明確になっています。日本だけが立ち入り権の明記なし、航空特例法等により訓練演習が規制できず、航空機事故、捜索権を行う権利を行使しない、すべて米軍に委ねているだけなんですね。ですから今日皆様には平成30年7月に全国知事会でまとめていただいた米軍基地負担に関する提言というものも1枚添えさせていただいておりますが、その中にも日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させることや、事件事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障などを明記することなど、本当にあるべき主権国家として求めるべき協議をしなければならないはずなのに、戦後74年、この日米地位協定は1960年から、締結されているわけですが、全くもってその状況が変わっていないということを皆さんにお伝えしなければなりません。1972年の本土復帰から2018年の12月末までに、実は米軍人痘による刑法犯が5998件、航空機関での事故が786件発生しています。つい最近も4月に、DV の、訴えを受けて外出禁止令を出されていた、在用機械兵隊所属の海軍兵の男性が日本人女性を殺害するという、本当にもう胸の痛む事件が起きました。しかも、その通報をしたのはこの女性と一緒に暮らしていた小学校の娘さんで、連絡した相手は別れた前のお父さんだったそうです。ですからこういうふうに、米軍に対して接近禁止命令を出しているにもかかわらず、外出許可を出してしまった、その外出許可を出した後にすぐこういう凶行に及んだということは、米軍そのものもこの管理の規律が全く整ってないというか、綱紀の粛正どころか米軍そのものが軍の規律をきちんと保たれていないということに対して、我々はやはり声を上げなければいけないという状況です。当然ですが、その近く北谷町の隣の宜野湾市の普天間飛行場でも連日のように騒音被害、その北谷町の隣の嘉手納航空基地ではさらに爆音訴訟が3時4時にわたって行われるなど、爆音被害は後を絶ちません。そういうことを考えると、我々の現状をやはり皆さんにしっかりとお伝えしなければいけないというふうに思います。皆さんのお手元にちょっとカラフルなこういう図面があります。これは普天間飛行場の所属のヘリコプターがどういうふうに基地に
上がったり降りたりしているかという上昇経路を示しているものです。そしてその上昇経路の中には、黄色い丸が小中学校、ピンクの丸が大学、緑が市役所や町村の役場、黄色いあれブルーの丸が総合病院などです。つまりこの上昇経路の中にどれだけの施設があるのかということを皆さんにしっかりと見ていただかなければいけないわけです。先だっても実は CH53 の、プロペラのブレードの部分を覆っている、ゴム製の布が、裏西中学校の校庭に上空から落ちてまいりました。その裏西中学校もこの地図でいうとちょうど左下の方にあります。いや、昨年12月に CH53 ヘリコプターからなんと小学校のグラウンドに窓枠が落ちてきたという、その普天間第二小学校はちょうど真ん中の上あたりのところにあります。つまりこの上昇経路の真下には子どもたちが安心安全で活動しているであろう小学校があり、子どもたちは上空からヘリコプターが飛んでくるとわざわざ体育の授業の時や部活動の時には避難もしないといけない。上昇経路を変えろと何度も申し入れているにもかかわらず、国はそれを申し入れているだけで、その協議、いわゆる、まあ、日米合同委員会などで正式な合議をやっているかどうかという報告すらない。そもそもその日米合同委員会は、会議録さえ残さない、取っていないという状況です。米軍側は軍の司令副司令官が参加し、日本側からはいわゆる官僚が参加をしています。軍人と官僚です。そこで本当に真実の話し合いが、町長発信のやり取りができているんでしょうか。だったらその米軍と日本政府の中に沖縄県も参加させて、佐古防衛当時の基地の在り方、米軍基地の整理縮小が本当に進んでいるのかを検証する佐古 with 沖縄、私は佐古はと言ってますけども、そういう話し合いの場を設けるべきではないのかと言っても、日本政府はそういう要求を一切受け入れてくれません。ですから私たちは、これで結びにしたいと思いますけれども、先ほど寺島先生がおっしゃっていたように、主権国家としての存在あり方を日本政府に対して求めなければなりません。固定観念からの脱却、辺野古が唯一という呪文に惑わされてはいけない。辺野古が唯一などではない。ではどうすればその問題を解決することができるのか、本当のことを議論し、創造的な変革を我々は常に求め続けなくてはならないという立場であるということを皆様にご理解と、そしてこれからの、皆様のご協力をお願いしたいと思います。昨日もお話をさせていただきましたが、この問題は国民全体の問題です。日米安全保障は沖縄と日本政府だけの話ではありません。日本全体、国民お一人お一人が関わっている重要な主権者たる国民がどう考え、どう判断するかということが求められている問題です。ですから今動かずしてこの問題を解決させることはできない。それは我々が生きている間に次の世代にその苦労や責任を積み残さない、それを押し付け回さないということの責任に立って明確な議論を求めていき、しっかりと解決のための道筋をみんなで考えていきたいということを求めているからであります。どうぞご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼いたします。イフェイデイさん。どうも玉城知事ありがとうございました。アジアダイナミズムと沖縄の未来、そして、その中にやっぱりずっと歴史的にも現在本当に苦労されております普天間基地移設、新基地建設問題について、私たち主権者としてのやっぱり意思表示をしっかり今示そうではないでしょうかという呼びかけをしていただきました。それではご参加ため、共同通信社編集委員の太田雅和様に東アジア非核化に向けて、我が国の役割という題しまして、ご講演をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。今ご紹介いただきました共同通信社の太田と申します。日本屈指の論客、そして圧倒的な民意を集めた知事の後に、私など1階の新聞記者が何を言わんやですが、皆様方の貴重なお時間、30分ほど頂戴いたしまして、これからご説明を差し上げたいと思います。レジュメを
ご用意しております3ページのレジュメを斉藤先生の方でご用意いただいてありがとうございます。これを、まあ、ご覧になっていただきながらですね、今日いただいているお題が東アジア非核化に向けた我が国の役割ということで、まあ、朝鮮半島情勢を中心にご説明を差し上げたいと思います。ちょっと座らせてやらせていただきますけれども、週に1回今大学院でジャーナリズムと外交政策に関する教鞭を取らせていただいております。今年前期のテキストでやったのがですね、ミシガン大学を出た政治学者ジョン・キングダンの、まあ、軽装塾ではなくて軽装書房が翻訳しているですねテキストを使ったんですが、物事が変わるときというのは3つの流れが融合する、これジョン・キングダンが、まあ、提唱しているですね、アジェンダセッティングとの政策決定の、まあ、理論なんですけども、3つの要素、1つは問題、すなわち社会の皆さん方、市民の皆さん方がこれは問題だなっていうふうな問題がまず振ろうとする。2つ目の要素は政治でございます。問題に敏感に動く政治家、そして為政者の決断。3つ目の要素がその政治家に選択肢を提供できる、まあ、官僚や専門家が提示する政策でございます。問題、政治、政策、この3つが合流して初めて物事が大きく変わっていく、公共政策の決定が、まあ、大きくなされるというふうな、そういう学説を唱えているのがジョン・キングダンで、私ちょっと今日朝鮮半島の話を差し上げる前にですね、日本の政治、日本の政策にやっぱり決定的に欠けているのは政策に対する検証のプロセスだと思っています。なぜならそれは同じ政権がずっとこの戦後74年間ほとんどの期間を言ってみれば統治してきた、政策決定の検証というものを行うのは評価の問題でございますが、やはりこれは政権交代の非常に大きなターニングポイントになります。問題、政治、政策、一つ私事例を申し上げたいと思います。私自身が関わったこれ岡田克也当時の外務大臣でございます。核密約、並びに沖縄の核密約、財政の密約、朝鮮有事の密約、4つの密約について民主党政権が、政権を取るや否や、これずっと核の持ち込みとか、実は持ち込みには密約があったんじゃないか、横須賀佐世保にやってくる船には核兵器が搭載されていたんではないか、ずっと冷戦時代から国会で論争になってきた。しかし答弁に立った外務大臣、それから外務官僚たちは一貫して密約も持ち込みもございません。なぜならアメリカが日米安全保障条約にのっとって事前協議を申し入れたことがないからだという答弁、これは明らかな嘘でございますけれども、それをずっと突き続けてきた。問題はマスコミによってすでに指摘されておりました。国民の皆さんも薄々持ち込まれてるなと思ってたんですよね。しかし政治が動かなかった。さらにその政治が動いた際に提供できる代替策、政策というものを政府が持っていなかった。長らくこの密約の問題はずっともう冷戦が終わってからも20年近くほったらかされていたんですね。私この問題について一つジャーナリストとして寄与をさせていただきました。これはちょうど、今から10年前2009年6月1日 の、 新聞報道なんですが、今日長崎新聞さん共同通信が配信した私の記事なんですけど、日本政府の外務省にいた外務事務次官経験者4人が初めて密約があったんだ、日本の政府内にも密約の文書が残されていた、時々の総理や外務大臣に報告したということを初めて、私にですね匿名で証言してくださった。でこの問題をもう一回私振ろうとさせたわけですね。それに飛びついたのが実は飛びついたなんて言ったらちょっと失礼ですけども、岡田克也当時の民主党幹事長でいらっしゃった。私は選挙前に岡田さんのところに行って、あなた方民主党政権これ政権取ったらこの密約の問題どうしてくれるんだって聞いたら、岡田さんは真っ先に我々が政権を取ったらすぐに外務事務次官に調査命令を出しますとおっしゃったんですね。それから2ヶ月後鳩山政権となり、岡田さんはくしくも外務大臣になられまして、外務大臣として最初になさったお仕事が密約の調査命令だったんですね。問題が振ろうとする、政治が動く、そして政策を作る官僚たちがその政治の意思にどう応えるか、もちろんこれは政治がリーダーシップを取らなくてはいけないんですけれども、
問題、政治、政策という3つの流れが合流するときに大きく物事が動くというジョン・キングダンのですね、このミシガン学派、ジョン・キングダン先生の学説が、あ、なるほどな、こうやって立証されるんだなと思いました。ちょっとこれから朝鮮半島の話を進めてまいりたいと思います。ですね、お手元の、レジュメ、ちょっと主に2ページ目、3ページ目の話をします。これは北朝鮮ニョンビョンの施設でございます。ニョンビョンには多くの核施設がございまして、ウラン濃縮ですね、これウラン濃縮施設、これは広島型原爆でございます。それから下は原子炉から取り出した、あれですね、使用済み燃料を再処理しまして、プルトニウムを取り出す。この、プルトニウムルートとウランルートと2つ核兵器を作る際にルートが必要なんですけれども、ニョンビョンには両方の施設がございます。大変広大な施設でございまして、実は今回のハノイの、米朝首脳会談でもこのニョンビョンの扱いが一つ大きな、主題となったわけでございます。この1ページ目の真ん中くらいから朝鮮半島の関連年表を私ちょっと作ってみました。日本や韓国、北朝鮮もかつては NPT という核拡散防止条約に、加盟をしておったんだけれども、87年頃からですね、アメリカの偵察衛星がニョンビョン、こういった上空の、軍事衛星写真からですね、ニョンビョンで怪しげな活動を探知し始めて、そこから、今の核危機が、最初くすぶり始めてですね、大きな流れになっていく。従いまして、問題、政治、政策という3つの要素を冒頭にお話しいたしましたけれども、この問題はすでに87年から実はフロートをしていたというわけでございます。レジュメ1ページおめくりになっていただけますでしょうか。2ページ目の話をこれから、してまいりたいと思うんですけれども、核危機の真相、私実はですね、2年前でございますかね、トランプ氏がそのファイヤー&フューリーで11月くらいですか、リトルロケットマンで、あとは国連総会における演説で北朝鮮を完全に叩きのめすという大変世界最大の軍事大国、世界で最も強大な核戦力を持っている国の為政者が、これ北朝鮮は当然ルールを破っている、 NPT を脱退して拉致問題を全く解決しない、とんでもない国なんだけど、しかし世界最強の国の為政者がファイヤー&フューリー完全に叩きのめすというふうな言い方をする。これに対して返す刀で北朝鮮はバン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 ミサイルを撃ったりですね、何でしたっけ、トランプのことを大変口汚い言葉で罵ったりしていて、私2017年の末、確か今日いらっしゃってる柳沢先生の会合でも話をさせていただいたんですが、2018年はいよいよ戦争か平和にこのエリアが直面する重大局面ではないであろうかという話をさせていただきました。大変事態を心配しましてですね、言ってみれば当事国アメリカ、韓国、そして中国、日本ですね、この主要なプレイヤーがどうもこの朝鮮半島核危機のハンドリングを間違えてしまったなと、事態ここに至っては本当に戦争か平和になるかどちらが転ぶか大変重大な局面、ここまでの四半世紀近い外交が失敗したんだなというふうに2年前確信いたしました。で、確信して何を始めたかというと、これは戦争になる前にちゃんと当事者から話を聞いておこう、ジャーナリストとしてなぜ政策が失敗したのか、今生きてらっしゃる方から細かい証言を集めようとまず思い出しました。最初にお会いしたのが、ごめんなさい、何人か今日はお写真をこれも読み消しちゃいますけれども、ペリー国防長官でございました。まず岐路の一つ目、朝鮮半島核危機、これペリーさんです。大変大きなですねマンションに住んでおられるですね、スタンフォード、参上して彼の書斎で1時間半近くゆっくり話をさせていただきまして、94年の最初の核危機でございます。北朝鮮が使用済み燃料をこれから再処理するか再処理しないか、原子炉から取り出した場面がございました。94年の春先です。当時のペリー国防長官、彼はですねこの時軍事オプションを真面目に検討したそうです。巡航ミサイル、おそらく日本海、ないしは
どの辺になるんでしょうね。あの海域まではおっしゃってくれませんでしたけれども、おそらく日本海ないしは東シナ海だとちょっと緊張するんで、あの、まあ、日本海だと思うんですけれども、巡航ミサイルを水上艦から撃ってですね、ニョンビョンの施設を破壊するオプションを真面目に考えたというんですね。軍事オプションでございます。彼の言うのはプルトニウムをもう取り出してしまったら終わりだっていうんですね。私あの 長いこと核の問題を取材してるんですが、核開発で一番難しいのは核分裂性物質プルトニウムないしは高濃縮ウランを製造することです。この2つの物質が手に入れば汚い爆弾を作ることもできますし、あの厳密そういう精緻な核爆弾ではなくてもですね、放射性物質をまき散らす爆弾を作ることも十分できますしね、あのかなりこれあの危険な状態になる。でペリーさんも同じ見方をされていて、プルトニウムを作ったらもう終わりだと、だから軍事オプションだっていうことを真面目に考えた。大統領とも相談した。しかし大統領は当時はまだ外交オプションを選んだっていうふうにおっしゃってました。でこの時も実は幸運が重なったんですね。このちょっと写真小さくて恐縮ですが、これキム・イルソンとカーター元大統領ですが、クリントン政権が悩んでいる時にですね、カーター大統領が私のところに招待状が来てる、キム・イルソン氏から招待状が届いているんだ、行ってもいいだろうかということをですね、クリントン政権には相談するんですね。でカーター大統領訪朝されます。訪朝されてこの後、まあ両者の対話が進んで、これから米朝交渉が進んで、第一次核危機は、まあ、あの収束するんですね。あのこの時あのカーター大統領に訪朝する前ブリーフィングを行った国務省の専門家フランク・ジャヌージっていうですね、これはあの長いことバイデン副大統領、バイデン議員が、まあ、議員時代にですね、バイデンさんの下でずっと国務省から移ってきて10年近く補佐官をやっていた人物、あの彼は私20年来の知り合いなんですが、彼はその国務省にいまして、フランク・ジャーナル氏、あのこれおそらく次の政権バイデンになるか民主党政権、まあ、誰かトランプがこけて民主党政権になればまたこれはあの政府 の要職に就く人物だと思うんですが、彼はそのフランクが言ってますのがね、カーター大統領が訪朝する前ブリーフィングした、1日かけて国務省で専門家8人9人が大統領にブリーフィングした。カーター大統領が最後にこう言ったそうです。今日1日何時間もかけて話を聞いたんだけど、誰一人としてあなた方専門家は私が一番知りたい答えを教えてくれなかった。なんだかわかるか。私の質問は、一番重要な問いは、キム・イルソン、北朝鮮は何を求めてる、何を欲してるんだ、誰か答えられるかって聞いたそうなんですね、カーター大統領。誰も国務省の一室で答えられる専門家いない。カーター大統領自らこう言ったそうです。キム・イルソン氏が求めているのはアメリカのリスペクトであると。そういうふうにカーター大統領言われたそうです。先ほど冒頭寺島先生の、あの目を見る、相手の目を見るという言葉もございましたけど、外交の基本はやはりリスペクトであるというわけでございます。あの非常にこの94年大きな危機だったんですが、その後ですね、北朝鮮情勢というのは紆余曲折を続けるわけでございます。2002年、別の方のお写真をちょっとお示ししたいんですけれどもですね、核政策の中心にいる方です。この方は今イラン、今日安倍総理イラン行きますけど、イランの核合意をまとめた中心人物、核政策のプロ中のプロ、ロバート・アインホーンです。この方もおそらく民主党政権がまた登場すれば政権に戻られると思いますが、2000年、クリントン大統領はいよいよ任期末になりまして、北朝鮮を真面目に訪問したいと考えたそうです。外交のレガシーを残したい、それから政権が変わる前に自分がきちんと訪朝をして、当時はキム・ジョンイルですけれども、まあここで合意をしてですね、ディールをして、核問題の解決に道筋を避けて、あの政権を去りたかった。ロバート・アインホーンが下準備をやったんですね。下準備をやるためにマレーシアに飛んだ。2000年の10月でございます。10月下旬から11月、クアラルンプールで北朝鮮の高官と交渉をやります。アインホーンこういうことを私に言ってました。北朝鮮に何とか大統領行かせたかった、だけど解決しなくてはいけないハードルがあった、ミサイル問題だっていうんですね。この当時はまだ北朝鮮が核弾頭一発も持ってません。
プルトニウムもまず本格的に再処理してません。問題は98年日本の頭を飛び越していったテポドンですね。このミサイルの問題を何とかしろとアメリカのアイン・ホーンをはじめ国務省の高官たちが北朝鮮側に働きかけます。この問題を解決しないとクリントン大統領を送ることはできないんだ。これに対して北朝鮮の高官はクアラルンプールでこう言ったそうです。アイン・ホーンさん、悪いようにはしません。大統領をとにかく訪朝させてほしい。私たちの口から我々の領主様であるキム・ジョンイル氏がミサイルについてどう判断するかということはもうと口が裂けても言えない。それは上が決めることである。ぜひ訪朝させてほしいというふうにアイン・ホーンさんに訴えかけたそうです。アイン・ホーンさんそれを聞いてですね、ワシントンに戻る。国務省でまたこれ議論するんですね。訪朝させるべきか否か、答えはノーでした。やはり実務交渉できちんとした合意がないまま大統領を送り込むのは大変なリスクを伴う。もしもクリントンが手ぶらで帰ってくるようなことがあったらクリントン外交の砂鉄と呼ばれるわけですね。そうしているうちにですね、アイン・ホーンもう一回平壌に行こうとしたんです。交渉しようとした、なんとかギリギリまで交渉しようとした。そしたら大統領選が起きて、例のブッシュ・ゴアの戦いでございます。2000年の大統領選挙は約35日間投開票日から35日をかけて、最後は最高裁がブッシュ大統領の当選を事実上判断するという迷走した大統領選でございます。35日間結局アイン・ホーンは動けなかったんです。政権がどっちに転ぶかわからない。ブッシュになったら自分たちのやってること全てひっくり返されるかもしれない。訪朝はとてもできない。35日間待って、結局ブッシュになったということで、まあ野党に政権が移ったわけですから、もうそこで外交交渉はストップしたわけですね。で、次の3つ目の岐路なんですけれども、ちょっと早めに行きますね。ブッシュ大統領出てこられて2002年なんですけれども、これはちょっと写真がございますか。2002年なんですけれども、悪の枢軸いうことをまあ言うんですね。イラン、イラク、北朝鮮で、イラクとは戦争してですね、北朝鮮もこれ要するに悪だって。チェイニー副大統領のオフィス、それから今政権を支えているボルトン補佐官ですね、彼当時国務次官でございました。ネオコンたちのグループは北朝鮮は悪だというふうに強く認識していました。私も当時ワシントンにいて、よくそのネオコンの方、それからボルトンさんともよく、まあ、インタビューさせていただいたんですけれども、北朝鮮と まともに向き合う気は全くなかった。この方デイビッド・ストラウ、ブッシュ政権で国務省の朝鮮部長を務めた、朝鮮半島問題のエキスパート中のエキスパートです。彼も非常に北朝鮮の核放棄には懐疑的で、あんまり北朝鮮信じてません。だけど彼こう言ったんですね。ブッシュ政権はクリントン政権が積み上げてきた米朝枠組み合意っていう原本の施設を凍結する合意があるんですが、これをひっくり返した。北朝鮮はなんかと交渉してもこれ核放棄できない、制裁を強めた方がいいって言ってる。米朝合意ひっくり返した後何をしたか、ブッシュ政権には何の代替策も用意されていなかったっていうふうに彼、政権にいた方がおっしゃってるんですね。彼こう言ったんです。ブッシュ政権の対北朝鮮政策はまるで子どものチェスゲームだったって言ってます。次の一手を全く読まないままに民主党政権の外交が悪いってバッドディールって、今のトランプと同じですけれども、イラン核合意をひっくり返すように北朝鮮の合意を積み上げてきたクリントン政権の実績を全てひっくり返した政権でございます。そのこれ岐路が3つ目で、4つ目、クリストファー・ヒルソンの話をちょっとしたいんですが、2005年、それでもブッシュ政権はですね、これ日本の努力もあったんです。日本や中国に言われて6カ国協議というものを始めます。6カ国協議を2003年8月に始まりまして、2005年、ブッシュ政権2期目の最初の年なんですが、9月の6カ国協議で共同声明という合意文書を初めて出すんですね。そこで北朝鮮は非核化、核計画を放棄するって言ったんです。アメリカは侵略しないと言って、それから他の国と一緒にエネルギー支援や経済支援を行う、日朝交渉も進めよう、米朝国交正常化へ向けた交渉も進めようという大きなディールを、このクリストファー・ヒルさんと当時の、北朝鮮の外務次官であるキム・ゲガン氏がですね、
そういうディールを結ぶんですね。これ下の方に小さい写真はヒル氏と、キム・ゲガンの当時の写真なんですけど、ヒルさんにお会いしましてですね、この時の話聞いたんですね。2005年実は北朝鮮で、そういった非核化で非核化協議で6カ国協議をまとめました。だけど実は政権内は割れてた。ブッシュ政権というのは非常に混乱した政権だった。自分たちが北京で合意をまとめている間に金融庁はごめんなさい、財務省ですね、アメリカの財務省がマカオの銀行に制裁をするんですね。金融制裁、マカオの銀行、バンコデルタアジアがマネーロンダリングをやっているという疑いで制裁をかける、資産凍結です。北朝鮮のお金が25億円その銀行にあったそうです。これも凍結され6カ国協議の最中なんですね。合意がまとまって、確かね4日前後なんですよ。で 金融制裁かける。当時のキム・ゲガンは北京で怒り狂うんですね。せっかく合意をまとめて我々核をやめると言ったのに、なんでこんなことするんだ。金融というのは国家にとっての血流であるという言い方をキム・ゲガン北京でします。血流、金融を潰すということは我々北朝鮮という国家の血流を握りつぶすんだ。すなわちアメリカはやはり北朝鮮の死滅を狙っているのか。これで一気にこの合意が空洞化するんですね。これから1年後でございます。北朝鮮は核実験に成功します。まあ実はこれ技術的には失敗した実験なんですけども、2006年初の核実験を行ったのがその合意からわずか1年後であったというわけでございます。その後北朝鮮、はい、紆余曲折を続けるんですけれども、2008年8月キム・ジョンイル氏が脳卒中で倒れるっていう、これ一つ大きなターニングポイントだったかなと思うんですね。実は核実験やった後もう一回ヒル氏はですね、北朝鮮の外米朝交渉を再起させて、このニョンピョンにあった冷却塔を爆破させるっていうふうなとこまで、まあ、北朝鮮の核プロセスを止める交渉でですね、こうなんとかこう止める動きをもう一回再起させるんです。ブッシュ政権の末期です。しかし同じタイミングでキム・ジョンイル氏が倒れてしまう。すなわち北朝鮮国内で権力の移譲プロセスが始まったわけなんですね。これ以降ヒル氏がいくら交渉をしてもうまくいかなかったっていうんですね。検証の問題で引っかかったっていう、そういう技術的な問題もあるんですが、北朝鮮がこの冷却塔の爆破をやったのが2008年の6月、その2ヶ月後にキム・ジョンイルが倒れて、その後交渉が止まる。すなわち親父キム・ジョンイルは、ここは類推が入ってきたり、これジョセフ・ユンさんっていうですね、これオバマ政権の北朝鮮担当大使を務めた方なんですが、彼大変北朝鮮の専門家なんですけれども、彼なんかと話をしてましてもですね、ごめんなさい、ユンさんの写真この方なんですが、この人もトランプ政権の北朝鮮政策がもうバカバカしくて、実は去年の3月かな、ちょうどシンガポール会談が始まる直前に国務省を辞めちゃうんですけれども、この方も分析してるのは、やっぱりこの脳卒中のこの事件大きかったかな、権力を移譲するにあたって息子にやっぱりちゃんとした核兵器を与えたまま、与えた形で、まあ、交渉の立場を強めた上で米朝交渉させたい、そういう、まあ言ってみれば父親の親心が働いたのか何かわからないんですけれども、とにかく2008年8月以降、北朝鮮は全くオバマ政権が手を差し伸べる、交渉しようと言ってもミサイル撃ったりですね、核なき世界のプラハ演説やった日にミサイル撃ってるんですね。北朝鮮は弾道ミサイル撃ってます。まあそういったことで非常に挑戦的な態度を見せていって、最終的にオバマ政権はイランの合意に傾いていくんですね。もう北朝鮮はもう優先事項では言ってみればなくなってしまった。イランの核合意に実はオバマ政権は最大の外交力、外交の敬意を払うわけでございます。まあそれでいよいよシンガポール首脳会談というものがございましてですね、さっきお見せしたバノン氏、この方ちょっと、2月かな、ごめんなさい、2月27、8がハノイの首脳会談でしたが、その10日後に、日本に来られた際にちょっとお会いしまして、彼のペニンシュラホテルのスイートルームに行ったらびっくりしたんですね。2019号室2019年、ペニンシュラホテル行ったらいつもここに泊まるんだって言うんですね。びっくりしたのが角部屋、全部ガラス張りでございます。20階からですね、皇居が一望にこう、おーっと、こ
これから代替わりを迎える好機も見えてです。うわぁ、アメリカの権力者の近くにいる野郎っていうのはこういうとこ止まんだなっていうふうにびっくりしたもんでございますが、彼はいろいろまあトランプのこと褒めまくる、まあ、当然トランプの側近、まあ、今もつながってると思いますけどね、トランプはやっぱり本気で考えてるんですよ。この北の問題、まあ、もちろん選挙目当てもあるけど、なんとかしたいと思ってる。オバマもブッシュもちゃんとやんなかった。トランプは違うぞ。で、彼が言うのは本丸は中国だ、北朝鮮なんか敵じゃない、中国だ中国だっていうのが非常に、まあ、北の話聞きに行ったのにさ、やたら中国のことを悪く言うんですけれども、まあこういう朝鮮半島情勢、紆余曲折があったということをちょっとご説明したかったもので、こういった長々とした説明をいたしました。2ページ目の一番最後のあたりにクリストファー・ヒルが私に語った言葉をいくつかまとめております。ヒル氏はこう言ってます。原則核武装の即時解除を求める以外、いかなる対話にも反対するボルトン氏のような人物もいた。彼は問題の核心は北朝鮮の核武装解除にあり、交渉はどうでもいいという立場だった。ボルトン氏は今異論を唱える者には容赦しない。ボルトン氏らは対北朝鮮制裁を求め、北朝鮮のレジームチェンジをしばしば口にした。私自身制裁発動に異論はない、しかし体制転換は計画もないまま軽々に論じるべきテーマではない。さらにこう言ってます。金融制裁の問題でございます。非核化をめぐる協議プロセス自体を破綻に追い込むことを、実はこの制裁をやった連中は狙っていた。つまり制裁支持派は米朝交渉の意義を信じていなかったんだ。このエピソードはブッシュ政権がいささか混乱状態に陥っていたことを物語っている。最後に拉致問題に関して、アメリカ政府内には拉致問題を非核化交渉を妨げる手段として利用する者がいた。ページめくっていただきまして、ネオコンに聞いてみるといい、聞いてみるですね、聞いてみるといいよと。彼らは決して認めないだろうが、今まで拉致問題に関心のなかった連中が突如さも拉致問題を気にしているように、気にかけるようになったというんですね。北朝鮮と交渉したくない人たちは日本の強硬な世論を利用して、いわば米朝交渉をストップさせようとしていたのではないか。これがヒル氏の見方でございます。これは全てが真実とは私は思いませんけど、一面当たっているところは大いにあるか。確かにボルトン氏中心にですね、まあ今回トランプさんの拉致被害者の家族に会ったことはすごい良かったと思うんですが、やっぱり本当に拉致の問題真剣考えてるのかなこいつっていう思うアメリカ政府の高官いるんですね。口では言うんだけど本当かいな。でもちろんこれ日本が前に出てかないと絶対解決しない問題でございますけども、まあこのヒル氏の言ってる言葉も当たってるかなと思った次第で、最後ちょっとあと 2,3 分で締めたいと思いますが、紆余曲折を得た朝鮮半島問題です。日本が主体的に関与した局面はあったのかということでございます。問題は25年続いている。政治の意思が動いたことがある。それ小泉訪朝でございます。田中仁氏が中国で秘密交渉を20数回行った。我々メディアにも全く隠していましたけれども、秘密で全てをひた隠しに隠して小泉福田官房長官、川口外務大臣をもすっ飛ばして、その下の次官、それから局長ですね、こういったあと課長さん、この5、6人しか知らない秘密のプロセスを1年やって小泉訪朝を持っていった。2002年9月です。私も一緒に行きました、小泉さんと。で、小泉さん南米、日朝平壌宣言まとめるわけです。その後アメリカのネオコン保守派の巻き返しが進んで、ウラン濃縮問題というものが弾けるんですね。で、こう日朝の交渉自体も頓挫していく。そこには日本の世論の怒りもあったかもしれませんけれども、まあアメリカの政権がやっぱりちょくちょくですね、これ一貫性がなくて政権変わるごとに政策変えるから、日本の外交もこれ軸が定まらないんですね。で、私やっぱり今回もう端折りますけど、戦争になるか平和になるかどっちかなと思ってて頑張ったのはやっぱりムンジェインさんなんですね。いろいろ話聞いてますとね、新年の時2018年1月1日キム・ジョンウン氏は、我々の核開発計画はもう完成完了した、私の机の上には核のミサイルのボタンが置いてあるっていうんですね。これからは経済だから南北と対話したい、ピョンチャンに代表団を送りたい。それを聞いたムン・ジェインが自分の側近中の側近、
KCIA 国家情報院の院長であるソフンという人物を使って秘密交渉をキム・ジョンウン氏の側近であるキム・ヨンチョル、ホワイトハウスに2回いた人物です。朝鮮労働党副委員長と水面下で接触させる、インテリジェンスチャネルで外交をやっていくんです。そこにポンペオの率いる CIA を乗せたアンドリュー・キムという人物がいるんですけれども、アンドリュー・キムを乗せて最後米朝中のですね、三角のですね、まあ、言ってみればインテリジェンス交渉をやっていって、そこに国務省を乗っけていく。ユン大使辞めたのは国務省が全然もう拉致外にいたっていう、ごめんなさい、蚊帳の外にいたっていうんですね。全然国務省が全くこれリスペクトされない形で交渉が進んでシンガポールまで行っちゃった、インテリジェンスのルートでやったそうです。したがってこれ十分な結果が出ないのは当たり前なんですね。じゃあこれでいよいよハノイかと思って、米朝、アメリカの方は少なくともしっかり事前の準備をやってですね、交渉に挑もうとしたけど、2000年と同じ状況が起きた。非核化っていう言葉はですね、軽々しく北朝鮮の外交官口にできない、キム・ジョンウン氏だけが最後決められるっていうんで、ビーガンという国務省の高官がハノイの前に平壌に3日間行くんですが、これ全く交渉にならなかったそうです。キム・ヒョクチョル、最近その粛清されたんじゃないかって話も出ました。これ分かりません。彼に全く交渉権限が与えられていなかったそうです。同じことがハノイでも繰り返された。私3つの誤算があったと思います。これフランク・ジャヌージーとも議論して、フランクも同じこと言ってるんですけど、一つは制裁の威圧力、強制力を過信したトランプ、北は弱ってるから必ず降りてくるだろうというふうな、ここカリキュレーションを間違えるんですね。それからトランプはさらに投資の魔力、北朝鮮の経済弱ってるから投資って言えば必ず北朝鮮は折れてくると思った、これもトランプに過信があった。もう一つはキム氏の誤算でございます。トランプはディールを必ず求めてくる、大統領選の前に、だからディールをしてくれるであろうという、実はその辺も意図の読み間違いがあった、こういう逸話を実はムン・ジェイン政権の側近の方から聞きました。ハノイでトランプが合意をしそうになったそうです。ニョンビョンだけで手を打とうとした、ボルトン氏がつぶやいたっていうんですね。大統領、こんな合意で帰ったらあなたは民主党から叩かれますよ、野党から大変な批判に遭いますよ。それを聞いてトランプ氏は最後合意を見送ったそうです。ハノイでやっている時にちょうどコーエンという弁護士ですね、トランプさんの元弁護士が、これ議会証言で、そっちの方がメディア大きかったわけでございます。最後にこの25年間日本がどれだけプレイヤーであり得たか、問題があって政治が時に動いて、じゃあ政策っていうものがそれに伴ってきたか、3つの流れがずっとバラバラであった。しかしこれ今日韓の関係大変厳しいんですが、ムンジェイン氏の最初の前イニシアティブによって米朝交渉動いたわけですね。神のマントということを私よく申し上げます。東西ドイツ統一を成し遂げたヘルムート・コールの言葉でございます。政治家というものは、為政者というものは、神のマントが翻ったとき、それを掴みに行かなきゃいけない。神のマントとはビスマルクの言葉です。歴史の後期です。私はまだ朝鮮半島は神のマントがはためいていると思うんですね。しかし時間は、今日も6月10日ですから、あと5ヶ月と何十日なんですね。キム・ジョンウン氏はおそらくこのままアメリカ側の譲歩がなければ、また局面を変えてくる可能性がある。ミサイルを来年の今頃バン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 撃ってる可能性もあるというわけなんですね。日本は今何をすべきか、私やっぱりこの今日ずっとお話がありました、やっぱりこう固定観念から脱却して柔軟な発想で外交を自ら動かしていく。朝鮮半島っていうのはこれ日本の安全保障にとって国益に直結するエリアでございます。そうすることによって沖縄の基地負担の軽減につながるであろうし、この日米同盟のですね、やっぱありようですね、中国との間合い、これをもですね大きく変えうる変数が朝鮮半島かと思います。大変長くなりましたが、ご清聴最後までいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。早朝からこの参議院会館にお越しいただきましてありがとうございました。ちょっと欲張りすぎたわけでありまして、寺島先生に30分か40分でこの世界の潮流東アジアの問題を話していただくとも無理だったし、
あるいは玉城知事にですね、もっともっとお話を聞きたかったし、そして今の太田さんの企画に向けても、本当に贅沢なある意味では、投資であり、まあ、今日の設定だったと思います。そして何よりも皆さん方、会場の皆さん方から質疑応答を受けたかったんですけども、もうこの時計の通りで10時10分でございますので、終了させていただきたいと思います。まあ、改めて今日、平成30年の歩みから日本の未来を語るということで、私たちはしっかり歴史を学びましょうと、外交ですよ、戦争はダメですよということは当たり前な話であって、そしてそのために私たちはやっぱり一人一人国民が主権者であるもう一回認識を持って、この地域やさまざまな活動をしていくということだと思いますし、まあ、来たるべきまた選挙のために主権者である意識を持ってそれぞれの一票投じあるいは発言をしていくということではないかなというふうに思います。まあ、その意味で長時間にまたご出席いただきました衆参議院の方々、そしてスタッフの皆様方にも御礼を申し上げたいと思います。これからもどうぞご奮闘いただければありがたいと思います。また係争塾につきましてはいろいろご意見もいただきながら切磋琢磨してこれからも努力をしてまいりたいというふうに思います。改めましてご参加いただきましても皆様方に恐縮ですけれども、寺島先生そして玉城知事太田さんに対する感謝の拍手で終わりたいというふうに思います。ありがとうございます。お気をつけてお帰りいただきたいと思います。ありがとうございました。